今回は偏光グラスの紹介その2です。まあ、偏光グラスの紹介なんで、これ前回と同じようにダッシュボード、車のダッシュボードに白い紙を置いて写してます。偏光グラスその2、ちゃんと消えるかな。一応偏光度 99% って書いてあったんで大丈夫だと思うんですけど、安いです、1600円。まあ、どんなやつかっていうと、こんな、あ、カメラがついてるけどね、偏光度 99% の可視光線透過率が 45% ぐらいの薄い偏光グラスを探してたんですけど、まともなやつ探すと3万ぐらいの偏光グラスしかなくて、いや、もっと安いのないかなと思って探してたらあった、1600円、偏光可視光線透過率 45%。僕どうもこう眩しいのがそんなに苦手じゃないらしくて、あの可視光線透過率が 30% とか 25% のサングラスかけてると暗くてしょうがないですよね。でこれポラポラライトだったかな、ポラポラライトって調べるとなんか楽天とかアマゾンとかでいっぱい出てくると思うんですけど、いい感じっぽい。とりあえずなんか安物だとなんかフィルムのブラインドみたいなやつがこう歪んでて気持ち悪くなるとか、なんかそんなようなことも見たことがあるけど、まあしばらくこれを使っていきたいと思います。偏光グラス可視光線透過率が 45% の偏光グラスポラポラライトの紹介でした。